ようございます。さあ今日も始まりましたね。今日の天気は風風という天気あるんでしょうか ね風がピッピュー吹いてますね。先日オランダ政府からコロナ対策に対する発表がありまして、ついにオランダもいろんな規制を撤廃するということで強引に至ったというか、いろんな規制を撤廃するという方向で行くということでしたね。まあ発表はされたんですけど、もうほぼほぼね、レストランとかバーとかも全部全てオープンなのかな。やっとちょうど丸2年ぐらいじゃないですか。マスクはまだやってください。なんかちょっと曖昧なこと言ってましたね。いつもまあちょっとほら推奨しますよ的なことですかね、してくださいねみたいなこと言ってましたけど、おっとゲストが登場しましたよ。ひなちゃん、それはダメよ。ここにね、ヘアカット師に来てくれる方、大体みんな深入りお好きなんで、コーヒーといえばやっぱりね、飲みやすいのは深入りですよね。昨日の夜、美味しい。何飲んだかと思って、美味しい。いやー、今日もいい一日が始まりそうですね。よいしょ。よし。じゃあ、今日も一日行ってみましょう。さあ、レストランにやってきましたよ。À la carte, the chef's menu is 3 courses, and 3 courses is the Romanesco. Romanesco is a kind of cauliflower.キムチクロケットと、ブルッセルスプラウツ、ね、あとスペシャルサンドイッチを頼みたいと思いますね。さあ結構ね人が増えてきましたね。どうですかこのインテリア。レストランの お楽しみといえばね、なんかトイレに行くことなんですけど、トイレに、なるほど、こういうことですね。マリー・セラマリス、こういうの使ってますね。ここは夜はバーになるんですかね。いや、Thank you。 芽キャベツのなんとかとパストラミサンドイッチ、そしてキムチクロケット、いいね。さあ、コロッケ、キムチコロッケとやらをね、ちょっと食べて、あ、やばい、ほっこりしてる。さあ、サンドイッチね、
かぶりついてみましょう。ごちそうさまでした。